ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、リズミックトイワールドボーカルの内田です。この度我々リズミックトイワールドがですね、9月の6日にサードフルアルバムタレントをリリースいたしました。皆さんすいません、拍手お願いします。ここで皆さん見えないんですけども、この周りにですね、大体70人ぐらい、僕の今この動画を撮るのに応援に駆けつけてくれてる皆さんがいてですね、その方からちょっと拍手をいただいたわけなんですけれども、ですね、このタレント、今回もう本当にリズミックトイワールドという遊園地みたいな、そういう一枚になってますので、もういろいろ楽しみ方もありますけれども、まあ1曲目から最後聴いてもらって、なんか、完成するような、ちょっとまあそれは聞いていただいて、でもこうライブにも来ていただきたいんですけども、でもライブがねないとやっぱ楽しめないですよね。ライブがね、やっぱ9月の6日にこうリリースして、大体のバンドさんはツアー回るんですよ。大体のバンドさんはね、まあ、ほぼそうだと思います。リズミックトイワールドはですね、なんと全国ツアーやっちゃうんですね。これが大体のバンドさんはツアーやりますけど、リズミックトイワールドもやるんですよ。これがやっぱいいですね。そのみんなと同じ感じで行くっていうのはいいですね。ハッピーでいいですよね。で、まあ、関西はですね、10月の3日神戸の太陽と虎というところでライブをやります。これは台湾形式なので、本当になんていうんですか、こうバチバチとやって、でも最後はイエーイみたいな感じですからね適当ではないですけども、でこう今度11月の4日ですね、11月の4日に大阪のクラブジャニスというところで、これはワンマンライブになってますので、もうとことん、もうとことん見てやろうと、もう隅の隅の隅までリズミックトイワールド見てやろうと、そういう気概をお持ちの方はですね、ぜひぜひこのワンマンライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。あとですね、まあ関西について僕が言えること、僕はですね、何を隠そう三重県出身ですので、まあ大阪の方にはよく遊びに来ました。でもですね、まああの雨村っていうのがあるじゃないですか。でこういろんな服屋さんがあるんですよね。でこう優しくこうね、支えてこう呼んでくれる方たちがいっぱいいて、こうお店に入るとですね、まあ1枚ぐらいは買っていかないかみたいな空気感にすごくなりますね。で中学生だったり高校生だったりっていうのはやっぱちょっと怖かったりとかするじゃないですか。そういう時の解決方法を皆さんにお伝えします。しっかりとお財布にお金を入れていってください。というわけでね、そうすればもう怖いもんなしですから、はい。というわけでですね、皆さんライブでお会いしましょう。以上、リズミックトイワールドでした。